の怨霊を見たんだ。吹雪の日に家臣の裏切りで殺されたらしい。傷つければ闘志の怨霊が現れて殺される。お出ましたな。とっとと片付けるぞ。人工機だな。これを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。なんか嫌な予感がするんだけど。この人工機をぶっ壊すぞ。正気かよ。愚か。まだ貴様のような輩が残っていたか。ありがたいね。壊す手間が省けたぜ。また我が館で牢石を働くか。
何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができるほどだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。誠にむごい仕打ちでございました。親方様はお嬢様ともども屋敷の庭に引き出されて首を落とされたのでございます。あいにく俺は仇じゃねえよ。お前を苦しみから解放してやりに来たんだよ。あの人裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼している奴に裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。俺が死ぬ前にあんたらが来てればよかったんだが。死ぬことはないでしょう。私も積年の心残りが雪解けを迎えた思いでございます。あんたらあの怨霊を払ってくれたのか。ありがとう。
なんだ？もう死者が増えることはないよな。よかった。